まあ、よろしくお願いします。終電間際のコンビニカップラーメン袋はいりません。アスファルトの上で滑り両手を広げて大の字空を見上げたお湯を入れよう。3分間もしその間に星が流れたら会社やめよう。ラスト30秒の間に突然の流星群思う夜の果て。
してなんか本読んだりするときあるんですね。そしたらいつも紙飛行機を投げてるおっちゃんがいるんですよ。紙飛行機紙飛行機ってもよく飛ぶやつ、ぐるぐるさ、やったことあるかな今の高校生は。こうやってぐるぐるさ、先端の羽回してさ、ゴムになってピューンってめっちゃ飛んでくやつ、わかる人？おお、ありがとうございます。結構いるんですね。でそれをいつも投げてる人を俺1年間ぐらいずっと見てたんですよ。何やってんだろうなあのおっさんって。だって普通1年間もそれずっとやってるのかなと思って、で俺勇気出してこの間ある日聞いたんですよ。全然知らないおっちゃんにね、後ろから行ってすいませんつって、すいませんって声かけたらすげえビクってされて、漫画みたいなリアクションだったんだけど、でそのおっちゃんが何してるんですかって言ったら、いや紙飛行機飛ばしてるんだって、いや見て見れば分かりますよと。だけどおっちゃんなんでいつも紙飛行機飛ばしてんのって聞いたら、俺今病気なんだって言われて、俺今病気で会社休んでんだよって。会社で病気休んでるのにこんなことやっちゃいけないよねははっつって笑ってたんだけど、まあそりゃそうだなって。会社に内緒にやってんだけど、でもおっちゃん最後にさ寂しそうに言ったんだよ、俺今何もやることねえからさって、でも紙飛行機飛ばすのだけは好きなんだよって。よく聞いとけよ、人間な、結局空っぽになったらよ、自分の好きなことしかやれねえんだよ。今の俺見たっしょ。技術もない、俺楽器弾けないんすよ、楽譜も読めねえし、歌だってろくに上手くねえし、俺ただやりてえことだけをここに出てきてやっちゃったんすよ。でもそれでみんなが笑ってくれたらな、この世界は平和じゃん。俺ん中だけかもしんないけど、もう心はさノーガードだよ、どんどん来てくださいよ。やべえ、言いたいことだけ言っちゃった。そんなこんなでね、モヤモヤした気持ちがある曲をこいつが作ったんで。人のせい、全部人のせい。そこまで言って人のせい。あーでもね、でも人の酒で野球のルールで僕ら納得できないことは人の酒あるんですよ。逆転で投げてね、はい、取ったアウト、三振アウト、打った入ったホームラン1点、ボールが来てない間にルール打ったら1点って、あんまり体の接触ってないじゃないですか。で、唯一あるのはなんかクロスプレーって言って、ランニング、最後のホームベースの時ですかにクロスプレーがあるぐらいかなって。でもそれ以外の場所で、例えば1塁、はい、ゴロが来た、ファースト受ける、はい、はい、はい、アウト、お前アウトみたいな感じで走ってくるランナー、もう走る気すら失せるじゃないですか。これで男女関係で言ったら結婚となんか似てんなと思って。例えば僕好きな子いたんですけど、好きな子が例えば旦那さんになるやつがいて、旦那さんが俺お前のことだ、好きだ、結婚しようっつって、そしたら前まで普通に LINE してくれてた女の子も、私結婚するから、はい君終わりって。これなんか状況的にちょっと似てますよね。はい、ゴロキャッチ、はい踏んだ、アウト、はい告白、なんかプロポーズ、はい、はい、はい、お前アウトみたいな。だから俺それ嫌だなと思うんで、結婚したんですけど、正直その子の前でやるまで俺
歌い続けます。そんだけっす。じゃあちょっとまあ勢いある曲ばっかりしたんで、骨休みにあのお酒も頼んでください。あのゆっくりした曲やります。聴いてください。あの遠くにいるあの子に届くように、遠距離恋愛。遠距離恋愛も反対だぜ、そうやったらやっちゃいたい、だから今すぐ君に会いたい。遠距離恋愛も反対。僕は4月から名古屋に行くよ。そしたら君とは遠距離恋愛になるね。おい、おむき、何やってんだ。もう最後の宇宙船が出るぞ。ああ、隕石打ち返しに行くって、俺たちの武道館守りに行くって決めたんだよ。バカ野郎、お前死んだらどうしようもねえだろ。もうみんな避難したんだよ。こんな時のためにいろんな強い国が宇宙船を作って、全世界の全国民がもう避難してるんだよ。もう地球にいるのはお前最後の一人なんだよ。宇宙船に逃げたからって何パーセントだよ。地球の終わりはここにいる全員で作るんだよ。いいですか、今から皆さん地球救いに行きますよ。力貸してくれ。どうぞ地球最後の日にこの愚かなバンドにお付き合いください。ギターボーカル青木周平、ドラムス瀬戸凛太郎、ベース藤井香奈、キーボード深原あかり、お面海部公平、マジガチ俺木直人。俺たちがライフイズパーティーです。皆さん準備できますか。いきますよ。まだ終わらせません。どうやら今回降ってきた隕石は音のデカさでぶっ壊せるらしいっす。すごくないっすか。これこそ俺が考えた都合のいい隕石だよ。だから今日はみんなが音鳴らしてるでしょ。あなたたちも音鳴らしてください。いくよ、せーの。